さあということで、渡ってくるとこれが、まあ、伊勢の、まあ、本来は神宮ってね、一応案内とかも書いてますけど、本来なんか神宮っていうのが正しいみたいですけど、あ、神宮か、神宮っていうのが正しいらしいんですけどね、もう案内とかも今はもう神宮になってますよね。で、この辺りはね、歴史がありますんでね、全部ね、左側通行でとかね、いろんな決まりがあります。こちらが外宮ですよね。もうね、わざわざね、私がどうのこうの言うね、必要もないぐらい有名なところですから、深くはね、語りませんけど、まあ、ここに書いてありますからね、感じと。外宮っていうのはね、豊受大神宮っていうのがね、正式名で、ね。まあ、もうね、もう皆さん知ってますよね。まあ、いわゆる北条のね、ところですよということですね。本当に静かだな。どこ、どっからかね、射精禁止のはずなんで、まあ一応この辺りで止めときましょうかね。奥行ってね、ちょっとお参りしていこうと思いますよ。よいしょ。そしてびっくりですね。今、こういう風になったんですね。これも新型コロナウイルスのね、拡大防止のためね、いわゆる、ひしゃくが使えるので、やっぱ、ね、こう、手で映ってってなるんで、お、こういう風に変わったんですね。これ、ここで、ここでこう手やったらいいのかな。よし。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんか不思議な感じですけどね。一応こっちも。ね。まあ、お清めはできるように。もうでもこれも作るの大変だったでしょうね。これどうするんでしょうね。なんかここまで作っちゃったなら、今後もなんかこれで、やるっていうのもありなのかもしれませんけど、こういうところから変わってくるんですね、やっぱし。これでも本当わざわざ作ったんでしょうね。急ごしらえで。ね、こんなことになると思うからね、そこは慌てて作ったことだと思いますけど、それにしてはすごくざっくりから立派で、あ、こういうやり方があるんだってね、はあ、結構もう、で、どうするか、まあ、ちなみに遷宮館の方もね、もう閉まっちゃってますね、まあ、時勢を鑑みと、ね、休憩所を閉鎖させていただきますと、神宮市長というね、なっておりますね。まあ、戦後館ね、本当はここでね、ゆっくり、夏場なんかだとね、本当にね、ちょっとね、中、ずっと待っとると暑くなりますからね、いいんですけど、まあ、しかと、こればかしはね、まさに時勢を鑑み。これ、なんか、こういう書き方が、いいですよね。本来の、それはね、こういう状況なんでね、あまりね、あ、こういうのいいじゃんなんてね、のんきなことは言えませんけど、ね、コロナウイルスの影響によりとかつい、ね、いろいろな書き方ありますけど、初めて見ました、この、時勢を鑑みっていう。なんか、なんか日本らしいあれを感じますよね。あ、これうまい言い方だな。なるほどな。よし。これ気をつけないといけませんでしたね。参拝時間は午後3時までなんです。今ね、2時半回ったぐらいなんで、ちょっと急いで済ませないといけませんね。あ、ってことはこれ内宮の方は回れないな。午後3時だとちょっと厳しいですね。まあ仕方ない、中には入れないですけど、ちょっと周りの様子だけでもね、見ていきましょうか。本当にどこもやってないですよね。お前も一緒もね、全部閉まっちゃってますしね。ということでね、お参りの参拝の方してきましたけど、ここから先がね、移したらダメってことなんで、ここでちょっとね、もう撮らせてもらいますけど、いや、びっくりするぐらい本当に痛いですよ。本当、平日でもまあこんなことなかったですからね。普通にスッて入ったら、ね、それこそ、ね、遷宮やってた時なんか、これは遷宮、昔はこっちの方ね、30年ね、前はこっちになって、こっちからこっちに移って、ね、また30年後にこっちに移るってわけなんですけど、まあもう30年経たないか、もうあれからだいぶ経つから25年ぐらいで変わるのかな、ね、ですけど、いや、
だってスーッて入って私だけですからね、他におるの。でそのままさばいて、いや、いつもね、ずらっと並んでね、やるような、平日でもね、並んでね、で、順番が来たら、こうな、ね、させてもらうんですけど、ね、そのね、もう、ね、景気を感じさせるとか、まあね、お客さんも来てないからでしょうけど、ね、いつもだったらね、結構お札とかもね、ボコボコ入ってるね、お賽銭のところ、下空は見えますんでね、内空もそうですけど、お賽銭箱というか、もう、エリアがボーンと広い、ね、ように作ってありますから、箱じゃないんでね、そのいくら入ってるか見えるんですけど、いやね、ぶっちゃけ本当にか自分ね、目で見てパッとね、金額数えてるぐらいでしたからね。でしかもね、多分ね、1000円いくかなぐらい、1000円ちょっとぐらいのね、あれでしたね。やはり、いやーこれは本当ちょっとびっくりだわ。ちなみに、まあね、こっちの方とかにね、いろんな、別宮もあるんですけど、本来は別宮からこう回って、最後に本殿の方行くのが、確か正式なルートのはずですけど、まあ、ちょっと今回すみません。こっちの方は、鷹の宮と土の宮と風の宮でしたですね。すみません。ちょっと、今回は、割愛させてもらって、させてもらおうと思います。まあ、でも、静かですからね、まあ、こういう風にね、景色は何も変わらないですけどね、本当に空気もそんなに凛とした感じのこの空気はね、あまり変わりはしないんですけど、とはいえやはりこれだけね、人がいない中でっていうのはちょっと不気味というかね、多分もう今後ねないでしょうね、こういうことは。まあ会ってもらって困りますしね。いやー、そう、分かった。なんかすごい違和感があると思ったらね、中に最後にね、ちょっと4人ぐらいね、中国の人だろうって感じのね、話し方してる方が、見えましたけど、ね、わかった。何に違和感感じたかわかりました。全然他の地方の言葉がね、まあ言葉自体がほとんど飛び交ってないんですけど、もともと厳粛なところではあるんですけどね。とはいえね、聞こえてくる会話がですね、全国のやっぱ会話が聞こえてくるわけですよ。まあ、関西の方が多いですけどね、名古屋弁だったりとかって話題で。三重弁しかいないんですよね。これだ、ちょっと何か感じる違和感。いや、本当にちょっと独特な空気ですね。まあ、まあ、それもね、まあ今だけだとは思いますしね。まあ県外の方はね、来ようと思っても来れませんからね。基本的にはね、今の時期は。はあ。まあとりあえず3密はね、避けれましたから、こういう感じで、ね、少しでもね、こう、来れるときに、来るというのも、まあ、ね、もちろん、そういったね、むちゃくちゃなね、むやみに、コロナをもらうまくようなことはね、もちろん、しないようには気をつけないといけませんけど、いやいや、とにかく驚きですよね。川口があって、そっちから歩いてみや、でも距離あったらな、まあ、通予定で行こうかな。宇治山田駅の方からやったら、ちょっと宇治山田駅まで歩いて、で、そっからまた内宮行きの方に乗りましょうか。あっちからやったら、もうちょっと来とるかな。いや、わからんな、こればっかしは。はい。